皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、14時になりました。はい。これからちょっと外出するんで、その前にちょっとケーキ漬けに炭酸水をいただこうと思います。アルコールは飲まない方がいいと思うんでね。はい。炭酸水でいこうと思います。はい。 いやー昨日はよく眠りましたよ。もうビ,ビールじゃない、ワインを何杯も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 ,何杯も飲んだんでね、はい。ぐっすり眠りました。解、はい、毒のために、はい、はい。そうですね。ウコンも飲んで、はいまあ、ウコンは毎日とってるんですけどね。酒、はい、とは関係なくウコンはとってますね。はい いや今日はまあ平凡な一日ですねまた平凡な一日に戻りましたはい夏ですねとうとう夏ですねはいいよいよ夏がやってきましたよ雨が降らなくなったんで僕も また、あのー、お散歩、お散歩をしようかなと思ってます。はい。お散歩をどり、一人語り、お散歩の一人語りみたいなのをやろうと思ってます。はい。前にもちょっとやってましたよね。はい。もう 半年以上前ですかね。<laughs> なんかやってましたよね。<laughs> まあ、あれの軽い版を、軽い版を。真夏なんでね、今回はね。今回は真夏なんで、軽い版でいこうと思ってます。はい。やっぱりね、日光を浴びないとね、ビタミン D が吸収されないんで、骨が強くならないんでね。はい。骨強くするために日光を浴びようということで。はい。まあ、今日は外出するんでね。 もうそれで日光浴びるんでもう今日は別にそんな鳥はやらないですけど外出しない日で雨が降ってなかったら基本的には散歩撮りをやろうかなと思ってますはいそうですね健康のためにはいいやーどうですか皆さん夏休みのご予定とかお子さんお持ちの方とかはねいろいろねあるんじゃないですか あのね、山に行ったら、ね、アブとか海に行ったら水とか、ね、クラゲとか、まあ、クラゲは大したことないですけどね死なないんでねけど水は死んじゃうんでね、はい、基本的に我々陸上動物ですから、はい、それをあえて水に入るわけですから、はい、そこは気をつけていきましょう。 ね、いや夏が来た夏が来たいや今日は何を食べようかなチキンかなチキンの胸肉はい皮入いたやつ あのもう出来上がってるやつサラダ味がついてるやつセブンイレブンで買ってそれと煮卵かな煮卵はい <laughs> 完全なダイエット食ですよねタンパク質しか取ってないみたいなはいいいんですよそれで僕はもうそれで大満足ですよはい 全然ご飯食べないですね。はい。そうですね、はい。もうそういう人になっちゃいましたね。はい。もう痩せきっても、まだ、まだダイエット中ですけどね。けど痩せきっても僕、たぶんこの食,食事生活変えないと思います。はい。そうですね。はい。ストイックに、ストイックにいこうと思います。はい。 YouTube は全然ストイックじゃないですけど、YouTube はなんか暇つぶしみたいな感じになってますけど、まあけどね、僕らのね、計画がね、うまくいったらね、1年後には大忙しになってると思うんで、はい、それまでのロングバケーションです、今は。はい、そうです。そんな感じなんで、まあ、今のうちは気楽にやっておこうかなと思ってます。 <laughs> はい、まあそううまくいくといいんですけどねうまくいかなかった時はどうしようかなっていうのはねまあ一応考えてはいるんですけどね一応思いとしてはあるんですけどまだいろいろ話し合いとか必要なんでねはいまあなんとも分からないですねはいまあ養子を取る ということになると思うんですけどあけどそれ,それまでまだ時間があるんですよまだ何回も試せるんですよ3回ぐらいまで試せるんですよあの保険診療で,で僕もう3回やってだめだったらもうそれ以上やっても無理なんじゃないかなと思ってるんでちょうどちょうどその保険が切れる時が、まあ、諦めるタイミングなのかなって思ってますねはい。 そうで,す、ねはい、でまあできなかったら養子を取るかなっていう生みの親より育ての親っていうでしょはいそうですねはいそうですねで僕はまあなんというかうんそうですねまあいいお父さんになることが人生の目標なんでどんな形でもいいから いいお父さんになるための努力をしていきたいと思ってます。はい。というのが今のところのプランです。はい。すごいですね。こんなことを YouTube でどん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 話していくなんてね。はい。こんな人いないでしょ。<laughs> いるかい,い,いますよね。多分いますよね。はい。いるかもしれないですけど、まあ珍しい方ですよね。どちらかといえば。 そういうのはひた隠しにするもんですよね、普通はね。はい。はい、ということで、出かけていきます。はい。今日は何の話ですか ?YouTube の話でしたね。結局 YouTube の話でしたね。あらら。<laughs> はい、それでは行ってきます。はい。ご清聴ありがとうございました。また別の、えー、配信でお会いいたしましょう。 それでは、さようなら。良い一日をお過ごしください。